いかけていってグラブには当たりましたが、宮本必死に追いかけていきましたが捕球ができませんでした。レフト上本、センター秋山、そしてプロ初のライトでのスタメン出場二股、大瀬良、相澤というバッテリー。あー、これは今なるほど、外からのカットボールが非常に安定してるというかね、外からのカットボール、はい、はい、うまい、これも見事にさばきました。サードは小園、こうやったりいい守備が出るとこういいリズムでどんどんねピッチャーの方も入れますし、はい、なんかこうベンチのムードも変わってくると思うんですよね。うまいですね、この中の小田もね、いやこの表情ですね、はい、はい、これはもうピッチャーの方もね乗って決まってワンボールワンストライクです。打たれたヒットも2本ずつ、チームとしてもエラーがないという非常に締まった展開になっています。でこういった中からどうでしょう、また何か動きが出てくるきっかけのプレーであったりというのは何が考えられますか。まあ、当然守備の、ね、ミスも当然ありますけども、ピッチャー側からするとフォアボールですよね。フォアボールも当然そういうものっていう、三振、ストレートのフォアボール、すべての塁が埋まりました。ここはベンチはもう動きます、耐えます。ただ新井監督がこれはマウンドに行きましたね。そうですね、はい、変えるんじゃなく、はい、激を飛ばしてというか、まあ、気持ちをこう立て直しに行ってるんじゃないですか。そうですか、はい、もうここは監督自ら肩に手を当てながらそのメッセージを自ら伝えました、はい。まあ、今までねこれだけチームに貢献しているピッチャーですから、はい、そんなに信頼感ってなくなることはないと思うんですよね、はい、一気にね